ありがとうございます。あ、もう次どうですか。せーの、はじめまして。イエーイ。私たち、あなたと生きる学習帳ロッカジャポニカの内山亜美と内藤瑠奈です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということでね、うん、改めまして自己紹介をさせていただこうと思うんですが、はい、なんでね自己紹介をするかというとねこのチャンネルはね、うん、あのロッカジャポニカの、まあ、チャンネルは見た方分かると思うんですけど、ロッカジャポニカのチャンネルは結構今まであのミュージックビデオだったり、あとあの踊ロッカジャポニカとか、うんうん、そういうね、あの動画をアップしてたんですけど、ついにねこの何脱 JK 組っていうのかな。そうですね、そうちょっと暇になった人たちみたいなちょっと暇になったまあこの2人はあの知ってる方いると思うんですけど、内山と内藤で、あのウッチーズっていうコンビ名がね、はい、うん、あの非公式なんですけど、はい、そうあのオフィシャルですね。そう、ノットオフィシャルなんですけど、はい、ウッチーズっていうコンビ名があるんですけど、うん、まあね、このロッカジャポニカのチャンネルをウッチーズで盛り上げていこうかなと思います。さあね、他にメンバー3人いるんですけど、うん、ちょこちょこゲストで、はい、この辺出しとこ、呼んだりして、この辺出しとこ、この3人がいます。はい、3人がいて坂井千穂ちゃんと椎名瑠華ちゃんと平瀬美里ちゃんが、はい、いますね。主に2人でやっていこうと思います。はい、まあ、実はねメンバーにはそんなに言ってないんですよいや、多分、ね、言われた今日ね、そう、この動画を見て知るかもしれない。そうだね、今日 YouTube 始めたのみたいなんかこだわりがある2人なんですよ。あ、そうだね、そう、あの時間かかるタイプ、急いでこうおしゃれな感じにしたいねみたいな。でも、そう、もういきなり始めようってなったから、なんか準備する時間もないし、急いでなんか壁紙用意しようっつって、ちょっとおしゃな感じのめっちゃおしゃれな壁紙を用意したんですが、ちょっとやめなさい、実は、実はうわー、恥ずかしいよ、そんな恥ずかしいよ。はい、もう最悪なんで、サイズが足りなかった。なんで引くのサイズが足りなかったです。やめてくれない、この、まあ、これは裏だよね。そうだね、裏側だよね。じゃあ新しくない、この使い方。インスタグラムもマジないの。初っ端だからもうこれとかも不安でしかないんだけどこの2人でやってくの。え、2枚で足りるでしょとか言って、やばいよね、全然足りない。今日はほら、ね、ちょっと話めっちゃそれたけど、うん、あのね、自己紹介するってことなんで、はい、そうなんですよ。じゃあちょっとあの、うん、私から、はい、あのいつもの自己紹介をね、しようかなと思います。どうぞ。はい、動画だけど最年長、高校生じゃなくて、待って、間違えちゃった待って、間違えんの、いきなりはい、動画だけど最年長、19歳、内山亜美です。亜美ポンって言ってください。亜美ポン。どうぞ、内藤さん。はい、はい、今地球大宇宙人、高校3年18歳、内藤瑠奈セイルンパーン。今日はまだ、うん、高校生なんですよ。なんで今日は、撮った日はまだ3月だから。あー、こいつしぶとい。そうなんですよ、しぶとい。もうギリギリのギリギリまで JK を楽しみたいと思って、うん、そうだね。でもこの動画が、あの上がってる時はあの4月なんで、すいません。はい、その時はね、同類ですから。高校卒業しました。はい、おめでとう。ありがとうございます。なんかさ、公式、うん、ロッカジャパニカの公式のプロフィールに載ってないような。そうだね、好きなこととかある。あ、みっぽん、あ、そうだねとか言ったけど、そういう感じで好きなこと、うん、あ、でも、うん、あのね、こう、今日っていうか今回あの YouTube を始めようっていうか、あのこういう感じでね、始めようって話を持ってきてくれたのはあの内藤先輩でして、そう、あのね、私あのインスタグラムあるんですけどね、内山亜美って調べて、書いときな、こっちこっちこっち、文字書いてあるんですけど、そこにあの、うんうん、ハッシュタグポンムービー、うんうん、ハッシュタグポンムービーっていうので、あの自分でこう編集とかしたあの動画をね投稿してるんですけど、本当にあの動画を編集したりなんか撮影したりするのが好きなんで、まあ、それをね、彼女は分かってるんですよ。だから今回そのこの動画も私ちょっと編集しています。だからあの動画編集は好きなことです、
おー、はい、なるほどなるほど。あ、まあ、載ってるかも、ホームページに載ってるかな、わかんない、わかんない、じゃないのいいでも、おうちでは。そうだね、あとは食べることも好きなんで、あのこの動画ね、食べた、うん、あの食べたいものとか食べて、ちょっと動画にそれもアップできたら、あら、食べましょう、たくさん食べまくる動画をね。食べたい、食べたい。好きなこと、私はもういろいろ好きなんですよ、うん、だから逆にあの特典会とか来てくださった時に大体の話合わせられる気がします。でもやっぱりあの海外のものが好きで、うん、食べ物でもあのタイラーメンとかベトナムフォーとか、うん、こう韓国料理とかが好きだったりとかして、食べ物、外国のお菓子とか、うん、あとはスターウォーズとか。あー、スターウォーズは好きなんです、この人。都市伝説とかユーマとかも好きだし。確かにそれはホームページに書いてなかったわ。そうです、書いてない。だからあの海外のドラマとか映画とかもめっちゃ見てます。おー、ユーマとか。確かにユーマとか何読んじゃう読んじゃう、読んじゃう、ユーマとか読んじゃう。そう、私たちあの、うん、いろいろね、こういう動画をアップしたいとか、うん、いろいろね考えてるんですけど、そうなんですよ。今見てる皆さんもね、ちょっと私たちにこういう動画あのアップしてほしいっていうのがあったら、ぜひコメントでね。 あれやりたい、うん、あの私のプロフィールで身長が長ネギ3本分って、うん、そうなんですよ、言ってるんだけど、うん、本当に3本分なのかあっていう企画をやりたいのね、うん、それもう3分ぐらいで終わるよはい、3本でしたみたいなちゃうみたいな感じで終わっちゃうから確かにやばいです。楽しみ、いろいろ楽しみなのもあるのでね。そうだよ、他のメンバーも出るかもしれないから、そうだよ、選ばせないですよ。そうだよ、はい、という感じでね、あのこれからどんどん YouTube でアップしていって、あの私たち4月29日月曜日祝日に平成最後のワンマンライブということではい、ロッカジャポニカ中野サンプラザに立ちます。はい、もうね、キャパがね、ロッカジャポニカ史上一番多いとこでのワンマンライブなのでね、多分ね、YouTube 好きな人これを見てね、わかんない、ほら、おすすめで出てくる可能性もあるじゃん。そうかもしれない、おすすめ出てきたでしょそうかもしれないです。この YouTube を見てね、まあいろいろこれから楽しい動画をアップして笑顔をお届けするので、はい、それをきっかけにね、うん、中野サンプラザ遊びに来てくれたら嬉しいの です、はい、いきなりね、お金払えないよってことがね4月29日までにね、うん、フリーライブとかそう、もう何回かいろんな場所でやらせていただくので、ぜひぜひ遊びに来てください。よろしくお願いしま す。なんだ、 YouTube の締め方がわからない。えよくあるやつやってよ。何何、高評価なんちゃらみたいなやつ。内藤さん、はい、 YouTuber っぽい締め方お願いします。はい、この動画を見てね、うん、ちょっとでもね、可愛いなとかいいなとか思っても思わなくてもチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。お願いします。以上、私たちあなたと生きる学習長ロッカジャポニカでした。バイバーイ。ロッカジャポニカ、ロックザハウス、ロッカジャポニカ、ロックザハウス、エビバディロックザハウス。